こいつはカラか。デルタ、カラの幹部。あなたのことは知ってるわよ、渦巻きナルト。用があるのは後ろの子。得体の知れねえ部外者との接触を認めるわけにはいかねえな。殺すことにするわ。父ちゃん、下がってろ、ボルト。螺旋が吸収したんだろ、特別性の目でよ。目だけじゃねえ、まさか足も。そうよ、いろんなところが科学忍具なの。あたし、指一本でも触れてみろ。あなたの子供たちはとりあえず後回し。まずはカワキよ。カワキのことも含めて言ってんだぜ。その汚え手で触んなってな。理解に苦しむわね。何をそこまで頑張る必要があるわけ？なんでそこまでカワキにこだわる。うわっ、このペテン野郎が。その手には乗らないわよ。傷が治っていく。よかった。生きたまま八つ咲きにすることにしたわ。こっちも本気でやらせてもらうとするか。とんでもねえ戦いだ。とても入っていけねえ。対再生能力用に開発された破壊光線だ。食らった部位は細胞が死滅し崩される。おっかねえ技だ。チャクラの消耗が相当大きい技みてえだな。でもいいの、一発当たれば十分なんだから。
なんでカワキがこんな奴らを。カワキ、カワキくん泣くんじゃねえよ。とりあえず花瓶のことはこれで愛子だぜ、ボルト。こんな時に何言ってんだってばさ。誰、どいつもこいつもどれだけ私を怒らせたら気が済むのよ。こいつも。ボルト、二人を頼む。なんてことしてくれるのよ、カワキ。あんたは器、その体はあんたのものじゃない。何度言えばわかるの。器って言ったな。器とは何のことだ。関係ないのよ、あんたたちには。この後すぐ死ぬんだから。ねえわよ。おい、言ったよな、子供たちに指一本でも触れたら死ぬほど後悔するぜってよ。お前だけじゃねえ、必ず探し出して全員ぶっ潰す。いいぞ、もっと近づいてこい。死ね。大玉の天眼、こんなもの楽に吸収できんのよ。マジかよ、何やってんだよ父ちゃん。超大玉の天眼。あんたバカなこと、出たけりゃ死ねないとでも思ったの。なめてんじゃねえわよ。無駄だ、全部吸収されるぞ。いや、多分父ちゃんの狙いはそこじゃねえ。なんて膨大なチャクラ、こいつ限界ってもんがないわけ。それをパンチさせる気なんだ。なんてこと、目の機能がぶっ飛んじまってるわ。やった、うまくいったってばさ。クソ、誰が最初に吸収した俺の螺旋眼を。容量の限界だってあるはず。それは連れ帰って尋問すんだよ。何、まだ生きてるのか、デルタは。奴らを甘く見るな。今すぐとどめを刺せ。カワキ、クソ、自爆しやがった。さすがだ、渦巻きになるととてつもない力だ。